では内装をドアトリムから見ていきます。ウィンドウスイッチパネル周り、気になるような傷はちょっとめくれがあるぐらいかな。はい、スカフプレート周りはこんな感じです。シートは純正になります。まあ、多少黒ずんでるとこありますけど、破れてるとかはないですね。焦げ穴とかもこの上から見る感じでは特に見受けられない感じですね。こんな感じです。はい、ちょっとこのリアシート見てみたいと思います。こんな感じでどうですかね。まあ綺麗なんじゃないですかね。多分そんなにリアシートってツーシーターは使わないですよね。そして、ステアリングはモモで、ここはグリーンになってますね。モモレース、こんな感じでスペーサーが、かまされています。よいしょ。ダッシュボード上はツイッターが、ついてますね。ここは特になく乗り跡とかも大丈夫そうですね。はい、で、これはクラリオンですね。ナビついて、地デジも見れます。あと ETC がこちらについてますね。シフトノブは純正、この辺も綺麗なんで多分変えたんでしょうね。1号機がこうパカパカになっちゃいますからね。サイドブレーキ周りが、まあ、こんな感じになってます。ちょっとエンジンかけてみます。指導性特に問題ないですね。吹け上がりも SR の 20DET という感じの吹け上がりですね。純正のブースト系、これ結構壊れやすいですけどね。まだ動いてますね、ちゃんと。はい、よいしょ。では続いてトランク見てみたいと思います。こんな感じですね。まあ、トランクのちょっとマットは汚れてますけど、どうしてもトランクですからね、いろんなものを置いたりする仕方ないかなと思います。そして、最後に助手席側のドア、まあ、ちょっと擦れてるところはありますけどね。まあ、距離と年式を考えたら綺麗な方じゃないかな。こんな感じの内装になっております。以上です。